いやー、なんか新しいジャケット欲しいな。だけどネイビーのジャケットはもう持ってるし、なんか違ったものが欲しいんだよな。ちょっとこうネイビーよりはおしゃれに見えて、だけどもネイビーと同じぐらい使いやすいような、しかも多く兼用で使えるような便利なジャケットって何かないかなと思っている皆さん、こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画なんですが、ネイビージャケットの次に大人が買うべきジャケットはこれに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕もですね、ジャケットが好きで、これまで様々なジャケットを購入をしてきました。まあ、その中でも最も多く買ったのがネイビーの無地のジャケットなんですね。これはメンズファッションにとってはもうマストアイテムの一つで、誰もが一度は通るべき道かなと思うんですね。まあ、ネイビーのジャケットに対して白 T を着ておけばですね、それだけで着こなしが完成してしまうので、オンで使えるのは間違いないですし、オフでもですね、ちょっと小綺麗な場面で着るには非常に重宝するんですが、まあ、それが故にですね、ジャケットというと皆さん多くの方はですね、ネイビーのジャケットのみ持っているということが少なくないかなと思うんですね。僕もどうしてもネイビー無地に偏りがちだったんですが、まあ、ちょっと雰囲気を変えたいなということで、ここ数年ですね、よく着ているのが、僕が今着ているようなこういったダークグレーのですね、ジャケットなんですね。まあ、ネイビーとグレーというのはどちらもですね、大人っぽくてベーシックなカラーなので、多くの男性にも似合いやすい色味だと思うんですね。色によって連想されるイメージというものが変わってくるんですが、ネイビーだと清潔感があって爽やかな印象になっていくわけなんですけども、一方でグレーに関してはちょっと大人っぽくて上品な雰囲気が漂うというところが色のイメージなんですね。まあ、それぞれメリットもあればデメリットもあるわけで、まあ、ネイビーに関しては清潔感があっていいんですけども、誰もが多く着てるので人との差別化がなかなかしづらいというところが、まあ、一つのデメリットとしてあるかなと思います。一方でグレーに関しては失敗するとやぼったくおじさんっぽく見えるというところが、まあ、最大のですねデメリットかなと思います。ですが最近ですね、メンズファッションにとっての二大巨頭ネイビーとグレー、まあ、どちらの勢力が強まっているのかというと、実はダークグレーの方なんですね。まあ、ネイビーは定番でもう本当にたくさんの方が着てきたので、ちょっと最近勢いは落ち着いていまして、一方でグレーの中でもやぼったく見えないような都会的なシャープなグレーというものが、まあ、勢いが非常にあってですね、いろんなブランドでもダークグレーのアイテムというのは採用されてるんですね。まあ、ネイビーがなくてダークグレーがあるみたいなカラー展開のところも増えてるぐらいなので、今旬なのはですね、結構ダークグレーなのかなと思っています。まあ、確かに旬な色合いでもありつつ、ネイビーと同じぐらい様々な色と合うので、もう鉄板はですね、ダークグレーのジャケットなのかなと個人的には今感じているんですね。そこで今回ご紹介したいのが、僕が今着てるこちらのですね、ソーという僕のブランドのオリジナルのダークグレーのジャケットなんですね。まあ、これに関しましてはもうすでに発売してからですね1年近く経っていまして、主にですね有料の会員の方向けのですねメンバーシップチャンネルのみで販売してきたんですが、まあ、多くの方から結構リクエストもあったので、今回はですね通常のチャンネルを見ていただいている方にもご紹介ができればなと思って、本日ですねこちらの動画を回しています。このジャケットはですねめちゃくちゃ個人的にも気に入っていまして、普段の動画の中でもよく着ているんですが、まずは色合いですね。先ほどからお伝えしているように今はネイビーよりもダークグレーというところが旬なカラーになっているというところで、まあ、ネイビーの次に選ぶべき色としてはこのようなダークグレー、間違いのない選択かなと思います。あとジャケットの形状としましても、ネイビーのシングルのジャケットというのは、まあ、誰もが持っているようなものなんですが、おしゃれが好きな方であればもう少し変化球を取り入れたいなという思いもあるかなと思うんですね。まあ、そんな時に1枚あると便利なのが、僕が今着ているようなダブルのジャケットですね。僕はダブルのジャケットも大好きで、実はですね今シングルのジャケットよりも圧倒的にダブルのジャケットの方が多く持ってますし、着る機会も多いんですね。通常のジャケットと比べるとダブルの方がやはりですねデザイン性の部分では少しカジュアル度が高いんですね。まあ、僕ら世代だとダブルのジャケットっていうとなんか不動産屋さんだとかちょっと怖そうな人が着てるイメージがあったかなと思うんですが、最近のダブルというのは割とですねサイズ感がボックス型でトレンド感が出るような少しゆったりめのサイズ感のものが増えていまして、まあ、ジャケットなんだけども軽いアウター感覚でさらりと羽織れたりするので、結構ダブルの方がお仕事感が強くなるというよりはカジュアル使いがしやすいという面でも結構
構使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。着てみると意外と普通に着れるのがダブルのジャケットなんですね。というのも、まあ、クラシカルなダブルのスーツとかジャケットだとやっぱりですねそれなりにハードルの高さを感じるかなと思うんですが、まあ、このようなちょっとライトなダブルのジャケットだと割とこうピーコートだとかそういった路線の延長線上でラフに着ることができるのでそこまで抵抗感なく意外とすんなりと馴染むのかなと思います。そしてこちらのジャケットに関しては、まあ、なるべくですねスーツ寄りのジャケットというよりはもう本当にですねシャツアウター感覚でさらりと羽織れるようにあえてですね肩のパッドも入れてませんし肩もちょっと落ち気味のですねラインにしてあります。そうすることで少しリラックス感があって、まあ、T シャツの上にさらりと着るだけで様になるようなそんな位置づけを目指してこういったジャケットを作っています。素材に関しては個人的にはあまりですね季節感が強いものって好きじゃないんですね。これなぜかというともともと面倒くさがり屋なのであまりこうシーズンごとに素材を大きく変えるのが好きじゃないんですね。冬だったら機能感のあるジャケットだとかスーツが、まあ、あるとですねおしゃれには見えるんですが秋冬にしか着れなかったりするんですけども、まあ、今僕が着てるようなこういった季節感がほとんどないようなジャケットであれば秋冬に着ていても違和感はないですし春でも使えるというところでは真夏以外の3シーズンは使うことができるんですね。まあ、そういったものの方がミニマリスト的な感覚も僕の中には一部あるのでライフスタイルにもすごく合ってるんですね。これ1枚あればもうなんとなく T シャツの上に羽織るだけでもそれっぽく小綺麗なスタイルができてしまうというところ、あとはですねシャツに合わせたりするとビジネスシーンなんかでも使うことができるんですね。まあ、特に僕の場合はですね仕事もカジュアルで OK なので何かジャケットさえ羽織っておけば全く問題がないのでこういったダブルであっても全く問題なくですね着用することができるんですね。まあ、ちょっと小綺麗に見せたい時には白 T とかではなくてバンドカラーのシャツだとか、まあ、内側にシャツを着てあげることで、まあ、より小綺麗な雰囲気も出すことができるので様々なコーディネートのバリエーションも作ることができるかなと思います。まあ、基本はですね僕の今のコーディネートのように内側に白系の T シャツですね、まあ、白無地でもいいし、あとは今僕はこういったちょっとですねプリント入ってる T シャツを着ていますがそういったものでも合います。さらにはこうボーダーのカットソーなんかでも相性がいいかなと思うのでそういったものを合わせて、ボトムスはですねもう僕の動画の中では散々こすり倒してきた、まあ、ブラック系ですね。ダークグレーとブラックというのは相性がめちゃくちゃいいのでこの2つを合わせておけば着こなしが完成してしまうというところ、これがですねすごく便利なゆえんなのかなと思っています。で、まあ、もちろんですね秋とか春だったらこのジャケットがもうアウター感覚で気軽に着れて一番外着になってくるかなと思うんですが、冬はですねその場合はですねこの上にロング丈のコートを着るというのもバランスがなかなかいいんじゃないのかなと思っています。まあ、コートを着ることでコートを脱いだ状態でもそのまま着こなしが完成しているというところではすごく使い勝手がいいんですね。まあ、そういった意味ではすごくいろんな季節に使えるという意味で、まあ、ジャケットというのをもうちょっとこうビジネスの上で着るようなカチッとしたアウターではなくてカジュアルでも着れるようなラフなシャツアウター感覚で着るというのが結構バランスがいいかなと思います。そのためにはシングルのジャケットではなくてあえてダブルを選んでみることで、まあ、旬な雰囲気も出せますし適度なカジュアル感というところが作れるので結構おすすめしたいのがこういったダークグレーのジャケットかなと思います。でサイズ感に関しては、まあ、ボックス型で少しゆとりがあるんですが僕が今着てるので M サイズになります。まあ、僕の身長164センチ53キロだったら、まあ、おそらくですね S サイズが適正だと思うんですが少し僕は緩めに着るのが好きなので M サイズの方を着ていまして、それだけはちょっと長いのでそこだけ直して着ています。皆さんの通常サイズを選んでいただくのもいいですし少し緩さを持ってトレンド感強めに着たいのであれば、まあ、ワンサイズアップもいいんじゃないのかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。まあ、ちなみに今回はですね受注生産でこちらのダブルのグレージャケット皆さんにお届けできればなと思っているんですが、価格やお届け時期などはこちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、今回も縫製は全て国産で行っていますし素材もですね国内の素材を使っていますので非常に質感いいです。僕はですねこのダークグレーの色味にめちゃくちゃこだわりましてこのジャケットを作るまでに何度もグレーの生地でサンプルを作ったんですが
この色味は最高です。深めのダークグレーではあるんですが、まあ、真っ黒に見えないぐらいの適度なグレー感で、やぼったく全く見えないんですね。まあ、僕ら大人世代が着ても都会的なシャープさというところがしっかりと表現できるようなダークグレーになっているので、これはかなりおすすめできるようなアイテムかなと思っています。まあ、僕自身は自分のブランドで作る服というのは基本的に一回買えば長く使えるような、まあ、ミニマリスト的な考えに基づいてですね、作ってるんですね。そういった意味でもこのジャケットはもう一着あればミニマリストのワードローブの一枚としてかなり使えると思いますね。オンオフ兼用できるので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。ちなみにこちらのジャケットの受注期間なんですが、11月9日木曜日から11月18日土曜日までですね。この期間に気になる方はぜひですね、サイトの方からご注文いただければなと思います。お届けできる時期なんですが、12月の末かちょっと1月にギリギリ行くかどうかというところではあるかなと思うんですが、まあ、なるべく早い段階で皆さんにお届けできるようにですね、しっかりと枠を用意してますので、よかったら皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。ということで今回の動画ではネイビーのジャケットに次ぐ大人の新定番ジャケットとしてグレーのダブルジャケットをご紹介させていただきました。まあ、このアイテムは僕自身も動画の中で何年も着てきているような僕のスタイルには欠かせないアイテムですし、大人の男性であれば多くの方に似合うような鉄板の仕上がりになっているので、よかったらチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。